皆さん、こんにちは。今日は、豊臣秀吉には、なぜ子孫がいないのかについて、ご紹介するよ。秀吉は最下層の出身から立身出世し、天下統一した人だけど、残念ながら、世襲制として、子孫が続いていったわけじゃないんだよね。それはなぜなのか、何があったのだろう。いろいろな理由があるし、それに今に残る謎もあるんですよ。それでは、早速行ってみましょう。エミリア、今回は豊臣秀吉だ。子孫がいないのは知ってるかい？知ってるけど、なんでかは知らないわよ。詳しく教えてよ。よし。まず秀吉についてのおさらいからだぜ。秀吉は、1537年、尾張の国中村の生まれで、兄弟は姉と弟と妹がいる。子供の時に、母の再婚相手と馬が合わず、家出して針の行商で各地を転々としたらしい。駿河の今川家の松下家兵に雇われたが、うまくいかずにお針へ戻ってきて、信長に仕えた。草履取りから足軽と出世し、25歳くらいの時に、10歳年下の杉原家のねねさんと出会って結婚した。その後、信長の美濃の国侵略、小谷城攻略にも貢献し、1573年には、大見長浜の城主となり、信長の中国攻めの先鋒として、播磨の国姫路城も拠点にしたのだ。そして秀吉は、1582年、本能寺の変で信長が倒れた後、備中高松城水攻めを和睦し、姫路城経由で山崎の合戦に臨んで、明智光秀を討ち、信長の後継者へワンステップ近づき、柴田勝家を賤ヶ岳の戦いで滅ぼしたのだぜ。その後は小牧長久手の戦いで、家康に敗れたが和睦し、四国、九州、関東を平定して、天下統一を果たしたのだ。さらに文禄、慶長の役で挑戦、さらに民国への侵略を企てたが、63歳で病死。ああ、秀吉、ものすごい出世だったのね。うん。名字もなかったから、最初は木下藤吉郎と名乗り、軍を任される武将になったら、織田家の重臣、柴田勝家と、丹羽長秀の名字を取って、羽柴と名乗ったのだぜ。なかなかお上手もうまかったのね。そう？ちょっとたんま、え？そうなんだ。人たらしと言われて、相手の懐に入って味方にするんだぜ。それにあの難しい信長に仕えたんだから、かなり機転が利く、頭の回転が速い人だったと思うな。ただ、女たらしも相当だったみたいだけどな。来た。今日はそこに焦点が当たるのね。レミリア、好きだなー。秀吉は、トータルすると、16人とか20人の側室がいたとされてるぜ。おそらくは、長浜城の城主となった頃から、側室を持ったのではないかな。それと、長浜城主時代に、秀勝という息子と、女の子が生まれたが、夭折した説もあるのだぜ。地元にそういう話が伝わっていることと、なぜか秀吉は、その後迎えた二人の養子に、秀勝という名をつけている。二人目は、信長の四男で夭折。三人目は姉の次男で、やっぱり早死にしたけどな。から、秀勝に執着しすぎだろ。これは最初の秀勝が、実子だったからじゃないか？というんだよね。ただし、研究者の間でも、この最初の秀勝も、姉の子とかで、養子説が有力で、今さら秀吉に実子がいるわけないっていうことらしいけどね。ええ、かわいそうに。ねねさんのお子さんじゃないの？違うよ。それと、有名な信長から、ねねさんへの礼状で、ねねさんのことを、あのハゲネズミ。秀吉のことには、もったいないほどの美人と褒め上げて、妻らしく堂々と振る舞え、嫉妬を起こさないように、言いたいことも少々我慢する方がいい。この手紙を秀吉にも見せろと諭したのがあるんだけど、1576年か1581年頃に書かれたとされてるんだよ。これは、この長浜城主時代のことで、安土城へねねさんが、信長に進物を届けて挨拶して、ついでに、秀吉が浮気して困るんですって、愚痴ったんだろうと言われてる。秀吉の好みは、いいところのお姫様なんだけど、合戦で負けて捕虜にしたとか、人質として預かった人も多いんだよね。だから秀吉は、そういう名門のお姫様や、未亡人を側室にしたことを、
信長が悪く思ってないか心配だったけど、この手紙でねねさんは鼻高々で、秀吉は逆に、信長が悪く取らなかったことでほっとしたと、小説には出てくるんだぜ。そうなんだ。それで秀吉の側室には、どんな人がいるのかな？うん。ちょっと端末。秀吉の側室は、南殿という、素性不明の長浜時代の側室が、もしかしたら秀勝と、女の子を産んだかもと言われてるが、有名なのは松の丸殿とか呼ばれた、両国辰子で、若狭守護、武田元明の未亡人で、淀殿のいとこ、それに加賀殿、まあ姫は、前田利家の娘、信長の娘の三の丸殿、蒲生氏里の妹の三条殿、信長の弟、信兼の娘の姫路殿、後に伊達政宗に払い下げられた、河野前、そして淀殿というところかな。ええ、伊達政宗に払い下げって何さ。うん。秀吉の側室は、途中で辞めた人もいるんだよね。河野前は、政宗の重臣の、茂庭綱元が、秀吉との交渉役をした時に、秀吉が茂庭を気に入って、河野前を下げ渡したのを。政宗が奪った説もあるんだせ。河野前は、政宗の側室となってから、二人の子供を産んだんだって。ちなみに、松の丸殿は、秀吉の側室になる前に、二人子供を産んでいるし、加賀殿も秀吉の死後、公家の側室になって子供を産んでいるから、不妊の原因は秀吉にあると見て間違いないよな。そ、それはかなりの高確率かも。だから、淀殿が鶴松、溶接と秀頼を産んだ時も、当時から秀吉の実子じゃないという噂で持ちきりだったみたい。でもさ、これは秀吉本人が、自分の後継ぎと認めたのだから、淀殿がこっそり密通して、できたんじゃない。もしそういうのがあれば、秀吉公認だと見ていいんじゃないかってこと。つまり、秀頼の実の父が誰であれ、公式には秀吉の子だということだぜ。なるほど。DNA 鑑定とかもないし、秀吉が覚えがないと騒いでもいないんだわね。そう？ちょっと端末、え？ちなみに秀頼は、190センチ超え、100キロ以上の肥満体だったので、その点でも、140センチそこそこと言われた、小柄で痩せ型の秀吉とは、似ても似つかないと言われるのだが、淀殿の養親の浅井長政と、お市の方は、二人とも大柄だったというので、そっちの遺伝というわけかも。ええ、そんなにでかい子だったのかい。うん。大阪の陣の時も、真田信繁、雪村たちの作戦として、秀頼が総大将として、大阪城から出馬して、秀吉以来の旗印の、千成瓢箪とかを見せれば、家康側についた大名たちも、大阪方につく、少なくともたじろいで、攻撃意欲を失うからと、秀頼の出陣を懇願したんだが、秀頼はうんと言っても、淀殿が許さなかったんだって。そりゃ、きっと秀吉も草葉の陰で泣いているわ。そうだよな。そういえば、秀頼には、国松という子供がいたんだ。秀吉の孫になるけどさ、大阪の陣で敗れた時に、探し出されて殺されたんだけど、それは影武者で、本物は九州の古大名。木下家。ねねさんの兄の家でかくまって、木下家の分家として江戸時代に続いた、という話があるんだぜ。ええ、それじゃあ子孫がいるってこと？うん。と言っても、木下家で代々子孫が、口伝として伝わっていることだけで、資料的な証拠はないみたい。もう一人の女の子は、秀頼の正室だった、家康の孫の千姫が頑張って除名して、鎌倉の縁切り寺の尼さんになったよ。ええ、秀頼に子供が何人もいたって、あんまり知られてないんじゃないのかな。そういうことは歴史の教科書に出てこないけど、歴史に埋もれた真実って感じで、結構興味深いことだよな。以上、いかがだったでしょうか？そういえば、尼さんになった秀吉の娘のお墓のそばに、尼さんでない高貴な女性のお墓があるんだが、これが誰かが謎なんだって、一説には秀吉の側室の、貝姫じゃないかと言われてるらしい。へぇ、秀吉の孫の世話をしたってことかい。それに、グエンという高僧が、80歳で死ぬ間際に、
自分は秀吉の次男で、国松の弟だ。と告白して亡くなったという話もあるよ。ええ。偉いお坊さんが嘘つくはずないけど、秀吉の孫が修行してお坊さんに、やっぱ、秀頼は実子じゃないような気が。今回の解説をご覧になって、何か参考になることがあれば幸いです。いやいや、もっとすごい、秀吉にはなぜ子孫がいないかについて知ってるし、という方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。高評価ボタンと、チャンネル登録もお願いします。それではまたね、バイバイ。